このちゃこちゃんのこの横の目隠しをですね、外したところ、このしおんくんが、こんなことをしちゃいました。ずっと引っ張り出して、横からですねちょっかいを出して引っ張り出していました。これで、多分怖いので逃げてたね。どうしようかな、やっぱりこれは一旦戻そうかな。あまり影響のないところからやった方が良さそうですね。はい、ここはこの状態に戻しました。開けるのはまた朝を迎えてから考えようと思います。ジェン君、おはよう。お正月2日の朝を迎えています。ワンちゃんもくつろいでるね。朝ケージを、出す、今はシオンくんだけですね。シオンくんを出す時にですね、ラブシオが揃っていた頃は部屋中の、グラス類とか、いろんなものをですね片付けて、出していましたが、シオンくんは今とても、外へ出てもおとなしいというかですね、ちょっと一人遊びをしたり、猫じゃらしで遊ばせるとですね、遊ぶんですが、それ以外は、人間の近くに来て撫でてくれっていう形で、とてもいい子になってますね。ラブ君が悪い子ということではなくてですね、相棒がいないので、こうそうね、走って暴れ回るということがほとんどなくなってきました。なので、部屋のものは、よほどのもの以外はですね、水が入っているものとか以外は、そのままの状態でも大丈夫な感じになりました。まあ、これも、まあ、言ってみれば家猫化ということだと思うんですが、なのでですね、このお二人もとっても安定しています。挨拶には来ますが、特に避けるようなこととか、手を挙げるようなことはもうなくなっている感じです。抵抗ですね、この入り口付近でこんな状態です。ちょっとパンダちゃんがいるからこれ閉めるね。
ちょっと怒った。シオン君おいて。大丈夫だよ。移動しちゃうのね。シオン君は一人遊びが得意になっています。これはラブ君がいる最後のあたりからもうそうすでになっていたんですが、今は、遊び相手、過激な遊び相手ですねは、いないのでですね、一人でこのような遊び方をしています。アンジュちゃん、ケージの中をね、掃除させてね。よいしょ。ちょっといいかな。移動しといていただけますか。はい、いいですね。現状のアンズちゃんはですね、マオイママがなでなでをそーっとすることに関しての受け入れ体制が出てきています。葵さんの顔が、まあ、近づくことですねに関しても、安心感が、出てきます。これは、まあ、あえて、混乱しないようにということで、プロケンパパはもう手を出さずにですね、
青いママがご飯のたびに、なでなでをするという形で、もうそろそろ2週間ぐらいになりますかねをやっています。それがまあ功を奏しているというか、いい感じに進行しています。その代わり、クロケンパパは、1階の扉を開ける近づくだけでこうやって、アンズちゃんは逃げていきます。これはですね、逆に今幸いなのは、掃除をするときにシオン君は外へ出ていて、アンズちゃんがケージの中にいるという形のその状態ですね。これで掃除がしにくいというか、掃除をしているときに外に飛び出してしまう可能性が、まあ、平たく言うとクロケンパパが嫌われているおかげでですね、やりやすいと。これはあの負け惜しみではないです負け惜しみではなくて、作戦通りという形になります。